逆に、うん、じゃあ買った方がいいものって何ですかっていうふうにはあると思うんで、はい、これはもしあるとしたら、はい、まあ、あとは例えば昔東進の一問一答の完全版が、うん、作品なかったじゃないですか確か。はいはいはい。武田塾チャンネル。悩んでるよね、みんな。悩んでます。うん、いやもう浪人生は本当このね1ヶ月終わって、その後ね、ちょっと自分の今進捗を確認するのと、あと、うん、まあ、現役生はねまだ部活やってる子多いと思いますから、うん、はい、部活終わってから勉強始めじゃなくてもう今から始めてほしいと思いますね。できることをね特別って形で、はい、まあ、その中でねもし迷うこととかあったら、はい、ぜひ相談してほしいと思いますので、そのね受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。 ラミ先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、うん、参考書が改訂版が出版されたら新しいものを買った方がいいですか、はい、という質問です。うん、ちょっとかみました。かみました、はい、はい、すいません。まあ大丈夫です、はいはい、うん、これはね、まあ、年度中に変わった場合とか、うん、はい、うん、買っちゃったんだけどみたいなケースだと思うんですけど、ありますね。このなんか、うん、買ったらその後にすぐ改訂されるって、これ僕もよくありましたよ、うん、あのね、はい、買い替えないでいいと思う。買い替えなくていいですよね。うん、まあ、例えば、はい、その新家庭と旧家庭みたいな ね、 あ、まあ、それはね、露骨に範囲が全然違うとかなら、うん、まああれだけど、うん、基本的には入試形式とか大きく変わってんじゃない限り、うん、去年使ったものが今年使えないってことはほぼないとは思うんですよ。そうですよね、うん、なんか新しいの使わないと受かんないんじゃないかと思ってる人いるんですけど、うん、まあ、今までその吸盤を使って受かってる人がいっぱいいますからね、うんうん、だから逆に、うん、じゃあ買った方がいいものって何ですかっていうふうにはあると思うんで、はい、これはもしあるとしたら、はい、最新の過去問を掲載しているパターンですね。あ、それは確かに、うん、だからそれこそセンターの過去問とか、うん、あと実践問題集系統とか、うんうんうん、あとはそんなんだろう、16年の入試問題集めましたみたいなやつとかっていう、はいはいはい、そういう系は別に最新版買っていいんじゃないとは、うん、そうですね、思うけど、はい、なんかそうじゃなかったら基本的には、まあ去年のもので何か致命的に困るかって言われるとまあ困らんわなっていうふうに、うん、そうですね、まあ、あとは例えば昔東進の一問一答の完全版が、うん、作品なかったじゃないですか確か、はいはいはい、あれがセカンドから作品つきましたよね、うんうんうん、まあ、あれは確かにちょっと僕革命的に便利になったかなと思うんで、うんうん、まあ、そういうのだったら変えてもいいかなっていう気がしますけど、はい、初めから東進つけるよってちょっと思いますけどね、はい、まあ、変えた方がいいっていうケースは、うん、基本この過去問系統、はい、要は毎年本当になんで最新情報が反映されるタイプのものですね、うんうんうん、マイナーチェンジなレベルであれば、はい、別に、うん、買い替えなくていいかなとは、うん、そうですね、思うって感じですね、まあ、あとはそのもうなんか変えないとき、なんかこれ使ってていいのかなみたいな、すごい迷ってる子いるじゃないですか、うん、はい、もうそしたらそこ変えろよと思います。そうですね、迷ってる時間もったいないからみたいな、うん、はい、はい、っていうのありますよね、はいはい、なので、うん、まあ、うん、基本変わらないでもいいけど、うん、変えたかったら変えてねっていう、そういうことですね、ね、はい、はい、参考にしてください、はい、今回は以上です、はい、中森先生、はい、あれこの背景は何ですか。ちょっとね新企画の背景としてですね新しく、はい、設定したやつなんですけど、新企画武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ、そんなシリーズができちゃったんですか。そう今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、はい、直前期だったりもしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、うん、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となってぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、はい、これはね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの1冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります、はい、それはこちらですね、最強のサイトですね、はい、さらにですね、はい、武田塾チャンネル今までのこの動画ですねいろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら、コント登録してください。はい、お願いします。で最後で今いろんなね質問とか皆さんから来てるのは実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。